はいどうも、皆さん、こんばんは。ミューラルガです。今日もミラジョの方う撮っていきたいと思います。今日なんですけれども、えー、今日が11月の9日、月曜日、えー。時刻が16時11分ということでね。えー、今日なんですけれども、今日は一日、何かこう、制作っていう面で曲を作りたいなってずっと思ってるんですけど、今日もうね、夕方になっちゃいましたけど、 全然歌詞も書けないし曲もメロディーも浮かんでこなくてギターは今もねこう片手にねこうあるんですけど何も生まれなくていやーやばいなって感じですけどまあなんかそんな日もあるんだろうなと思いながらまあね頑張っていこうかなとは思ってはいるんですけどねなかなか生まれなくて。 えー、どうしようかなと、まあ、言ったもんだなーって感じですね。というわけでねなんか皆さんからねよくねそういう質問とかもいただくんですけど、まあ、どういう時に曲作るんですかとかどういう瞬間に生まれるんですかとかよくねあのー、聞かれたりとかするんですけどまあ前にもちょこちょこ話したかなと思うんですけどほんとこんな感じでできない時はマジでできないです。<laughs> もうねできない時はできない日何も生まれない日は本当に何も生まれなくてただ時間だけが過ぎていくっていううんなんかすごく無駄な時間を過ごしたのかなって思って焦るんだけどいやでも必ず何かができ,できた時にこの日何もできなかったからこの期間何も生まれなかった期間があったからいいのができたんだって思えると思うので今はちょっと耐えるところだなと思いながら。 なんですけどまあ僕はいつもね、あのー、メロディーから作るんですかとか歌詞から先に書くんですかとかよく言われるんですけど僕はいつも、えー、と同時進行で作るタイプです。なんで、あのー、例えば歌詞先にねこうワンフレーズだけ書いてでそこに、えー、メロディーを載せていくパターンだったりとか逆にメロディーを作ってそこに歌詞を載せていくパターンだったり だからこうワンフレーズごと、まあ、A メロから作っていったりとか B メロ作っていったりとかサビから作っていったりとかもうほんと様々でまで、あ、B メロから作ってことはなかなかないかないけどうん本当にそんな感じで、えー、バラバラでやってますそうですねそんな感じの作り方をしているのでなんか歌詞からかバーってね先に書くこともあったんだけど なかなかそれに合わせてメロディーが降りてこないっていうパターンが結構あったのでまあ同時進行でまあ軽く一人セッションじゃないですけど一人でなんか弾きながらいいのが見つかったらみたいなしっくりくるフレーズが見つかったらそれを、えー、視点に軸に、えー、後付けしていくって感じですねなんだけど今日はね本当にダメだね いやーみんなもね、あのー、なかなか今日うまくいかない日とかね、うまくいかない1週間だったり、うまくいかない1ヶ月だったりとか、波があると思うんですよ、人それぞれ。僕も多分今、そんな感じでもうかれこれ、コロナ入って2月ぐらいからですけど、ギターを弾いて制作をしてはいるものの、なかなかこう、作れなくて、もう参っちゃってるんですけど、今。 だからちょっと前にあの旅に出たいって言っててまあでも旅に出,る出たからって何か変わるのかなとか思ったりも最近してきちゃうぐらいちょっとねあのー、マイナスマインドになってきたなと思ってだからこれを打破したいからまあとりあえず行くのが一番いいのかなと思いながらえー、北海道とかにね行こうかなとか思ってたんですけどその矢先にもう今最近コロナ増えてきたじゃないですかこう北海道。 ちょっとさすがに危ないなと思って、ちょっとね、それはね、えー、いくらやめようかなと思って。うん、だからね、いろいろありますけれども。刺激がないとね、なかなか生まれてこなくて、なんかこう、毎日、毎日えー、繰り返しの日々を過ごしてるふうに思、思いがちじゃないですか、人間って。だからなかなか何かにこう、 特化ししててて注目して、えー、見ることって少ないんだけど物事に対してだから何かこう刺激があった瞬間にそこにこう重点を置いて見つめ直すきっかけというものを作られると思うんだけど刺激がないからそのきっかけというものがなくて日々こう淡々と過ごしてるようになってしまっているなっていう。 まあもちろん、ね、いろんなものは同時進行してやっていくんですけれどもやっていってるんですけれども、まあ、こうその自分で、えー、完結できる、えー、作詞作曲という面では自分一人で完結できる作品というものではちょっと最近生み出せてないなっていうので最近っていうかもうここ1年か全然生み出せてないなっていうので、うん、すっごいね苦労してるんですけど。 むずいっすねー。<laughs> もうね。いや、まあ、しょうがないんですけど。まあ、そんな日々を、えー、今日は過ごしていました。まあ、あとちょっとまだ時間あるんで、うーん、ちょっと今ね、夕暮れというか、夕暮れ、黄昏れながら、何かいい,のいいものが生まれるかなとか思ったりもしながら、うん。 空を見上げてはいるんですけど <laughs> 結構ね朝方とか僕結構いいの出たりするんですよね朝,の朝日見ながらこう部屋中がこう徐々に照らされていく瞬間そのわずかな時間でたまにふといいメロディーが出たりするんですけどちょっと今日夕日今見てるけどあんま今日出ない感じするなと思ってちょっと難しいな、うん、まあまあまあで,、まあ、でもね 皆さんもそういう日はあると思うので僕も,も一緒でみんな波があると思うんで、えー、焦らずに、えー、じっくりとでき、えー、ばいいんじゃないかなと思いますまあもともとそんなバン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 曲かけるような人間ではないので僕はいいのが出たらいいなと思いますけどそのためには いろんなことを自分が経験しないといけないなと思っているのでえーそんな感じで頑張っていけたらなと思いますねはいいやー難しい難しいなーはいそんな感じですねえミラジョの方 とっていますけれども最近なんかこういうことを話そうというテーマを話せてなかったですね最近三浦城自体もあんまりできなくてあれだったんですけどまたちょこちょこねやっていけたらいいなと思いますから今日からしっかりやっていけたらいいなと思いますで次えっともう12月1日にライブがあるんですけどそちらの方はチケットを前買ってくれた人のメールがいってるのかもしれないですね多分 まだ情報解禁とかはしてないと思うんですけど、あのチケット買ってくださる方にはメールがいってると思いますが、えー、12月1日にもライブがありますので、えー、それに向けてもちょっと頑張っていかないといけないなというところで、えー、やっていけたらいいなと思います。いやー、それにしても、生まれないなー。うん、難しい。 曲できないと帰ってこれませんみたいなやつやろうかなと思いながら1人でもう曲ができるまであの東京に戻ってこれませんみたいな、ね、やったらいいのかなとか思い始めるぐらいちょっと危ないですねいや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 しっかりとやっていかないと。 しっかりといい曲書いて頑張っていけたらなと思いますので皆様またちょっとまた頑張っていきたいなと引き続き今日いいの出るかな一緒頑張っていきますのでえまあ何かに繋がるような次の作品に繋がるようなフレーズでも出てくれたら 今日はいいなと思ってますが、えー、しっかり頑張っていきたいなと思いますそれでは、えー、今日のミュウラジオこんな感じで僕の、えー、行き詰まりラジオでしたすみません <laughs> 行き詰まりラジオでしたけれども皆さんまた、えー、次の時はスッキリしてるとことを信じて、えー、またお会いしましょうということでバイバイ